あ、これはサルスベリーですか。そうです。挿し木をしていくんですか。うん、昔はね、はい、シャグリックを結構作ってたんで、だけどやめてたんだけど、うん、また始めようん。なんでやめてたんですか。やっぱりね、毎年やってると飽きるんだよね。お客さんの方も。あ、そういうことなんですね。うん、じゃあたまにちょっとやってあげたりすると。そう。いつもやってるとさ、はい、あそこのうち行きゃ100畜あるんだよなんて、そういう話になって飽きられちゃうんだよね。じゃあやっぱ需要と供給なんですね。うん、少しやめてまたやるとさ、うん、お客の方も変わるじゃん。うん、そうですね。うん、だから図書なんかもさ、はい、もうあれで少しの間やめとくの。本当に流行を流行らせるっていうか、低迷したらまたちょっと、うん、いつまでも同じものをさ、うん、ずっと作り続けてるっていうのいいようで悪いんだよ。うーん、確かにファッションとかもそうですもんね。そうだよね。ファッションも本当20年、うん、こう同じことの繰り返しでやってますもんね。うんうん、ぐるぐる回ってるもんね。うん、だって昔私が若かった頃のを今頃になって、うん、なんかあれ私このブーツ持ってるけどってなってますもん。あ、そう回ってきたんでしょうね。だから時代がね、20年後で流行ったのが、うん、全く同じことだよね。うん、まあ、たくさん取れますね。うん、一昨年か、うん、一昨年の修賀殿の時に一番最初に売れたんさ。なんか山口県とかあっちの方にしてる。へー、それから尺実行ないかっていう問い合わせ何度かあったわけ。修賀殿の時に YouTube で流したこのサルスベリを気に入ってくれた方でしたよね。うんうん、まあいい木だったけどね。うん、作っていて、はい、全滅。全滅ですか。うん、どうなりんだろうな。これ3月に、3月いつですかね。3月だ。3月8日、うん、早すぎたかな。あ、ほんとだ、うん、ここで110個刺した、うん、全部ダメなんですか。うん、あ、ほんとだ、ダメですね。なんでなんですかね。肥料も何もやってないからさ。うん、でも挿し木してる時って肥料をやった方がいいんですか。うん、やらない方がいいんですよね。うん、そりゃそうだよ、根がねえんだからね。うん、ここはさ、尺実行を挿し木した、うん、はい、大体どれぐらい刺せばいいですか。鹿沼土の。そうだね、 4、5センチ。はい、で刺すときは必要性のない葉は、うん、ハサミで切っていくんですね。ま、うん、っすぐに刺した方がいいんですか、少し斜めですか。うん、普通は少しね。でも、はい、
そんなに気にすることはないよ。で、焼き鳥の串で刺していった方がいいですね。うん、穴をさ。はい。穴を開けるために串を使って。曲がっちゃうからね。はい。斜めに切るっていうことなくそのまま刺しちゃえばいいんですね。うん、普通は斜めに切るよ。はい。今斜め切ってました？切ってない。こういうのはほらある程度、はい、あの簡単に活着するからさ。やっぱ花物とかは活着率が高いですか、やっぱり。挿し木とかした時に花物に限らず、尺実行は活着率ものすごくいいからさ。太いのをさ、はい、こう腕ぐらいあるのをさ、はい、そのまま挿し木してついちゃうんだから。でも確かに街路樹に結構サルスベリって、うん、ね、置かれてますもんね、うん、だから強いってことですよね、うん、スズチと同じでね、うん、サルスベリも紫の色があったり白があったりピンクがあったり、花が楽しめますもんね、うん、見ても増えるからね。一番は枝の先に花がね、うん、咲きますもんね、うん、先端に。もうスーパーとか行ってもすごい電気とか省エネしてますもんね。あ、そう。結構ライトを落としてるなと思いますね。あれ相当大きいんだろうな。なんか電気料金って、うん、企業の方が高くしてるみたいですもんね。あ、そう。一般の家庭より。